注目！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。これよりトロスト区奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば壁上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。これはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。やるよ。巨人が助けてくれ。これで任務に戻れます。さあダズ、急いで前線に向かいましょう。拠点はここだね。拠点を作ってくれ。
る。頼む、早く。片付けよう。このまま。こんなもんか。ありがとうございます。の数を減らせたかな。ヘレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。何やってんだ。まさか一体起動装置が故障してんのか。ダシャ、やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。
なんとか立体起動ができる。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？ごめんなさい。アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。何もできなかったあの時とは違う。次だ。やるよ。無事だ。よかった。よし、俺は任務に戻る。お前ら死ぬんじゃねえぞ。
もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、エレン、ミカサ、一体何が。相手になるよ。苦戦してんのか、無視はできないよな。ザバ、まずい、誰か。討伐完了。ありがとう、ここからは君たちを援護するよ。拠点はここだね。拠点を作ってくれ。お前らを援護する。エレン、しっかりして。あなたはあの岩で穴を塞ぐんでしょう。まずい、エレンの周りに巨人が。くそ、群がってくる連中を倒すぞ。このまま。何をしているんだ、エレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。この巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した、このままじゃ全滅する。しっかり頼むぜ。分かった。戻した、戻した。こんなもんか。うん、いい調子だね。イエーガーのやつ、私たちにも攻撃を。
る。やったぞ。ダブ、サシャ。まだだね。こんなもんだ。やるよ。どうだ。ベルトルト、しっかり頼むぜ。君だ。周りの巨人は何とか一通り討伐できた。エレン、私が分からないの。避けろ。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。おとりよ、行こう。後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。拠点はここだね。拠点は頼んだ。拠点を作ってくれ。拠点はここだね。始末してやる。ミカサが行けば助かる命があるだろう。終わりだな。片付けよう。
しっかり頼むぜ。やりません
バカだ。うまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部から身の字にかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ私たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。